ゴーラン。まさかあのゴーマは。何？いえ、あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、太刀の話が出た途端別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あなたのことでは。別にいいわ、精霊なんかにどう思われようとね。始めましょうか。効果点そこや。効果点そこや。呪い。効果点そこや。私はシャッター。効果点そこや。フォトンブレイク。効果点そこや。呪い。セイヤー。ハ。効果。痛みを癒しましょう。ファーストエイド。そこや。セイヤー。効果点そこや。ハ。セイヤー。そこをどけ。フ。そこや。フ。そこや。効果点そこや。カブラ。こうしてしまった。はっ、龍カブラ。効果点そこや。済みましたね。急ぎましょう。まずは脱出が先か。マシンが固めてる。突破は無理ね。監視塔はこの先のはずです。暴動はほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。次。効果点そこよ。セイヤ、龍カブラ。効果点そこよ。我が日はシャカ。効果点そこよ。我が日はシャカ。効果点そこよ。龍カブラ。もう少しで。そこよ。セイヤ、龍カブラ。そこよ。呪い。しまった。我が日はシャカ。効果点。片付いたみたい。行くわよ。囚人たちはもう。時間がない。この塔から外周道に出るわよ。
道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさか、いくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あなたはこれほど。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのあんたたちでしょう。分かっています。だからこそあなたを。行くわよ。私はそこよ。呪い。フォトンブレイク。は。効果でそこよ。効果でそこよ。ふ。そこよ。呪い。終わりましたね。このまま進むと表の港に出てしまいますが。侵入を察知された以上、あんたの船は見つかったと考えるべきよ。ここは裏をかいて表を抜く。港はこの先ね。そこまでだ。オスカー、一等大魔士がこの島に派遣されていたなんて。驚いたよシアリーズ。君が賊に協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。アルトリウス様より授かりし我が大魔の剣受けられるか。タイヤファンナル使い手は痛みを癒しましょう。邪魔よ邪魔よ効果力を癒しましょう。タイヤファンガ
手ごわいな。精霊の一二体は潰す覚悟がいるか。なんということ！非常の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。どうして？私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎が。あ、これはラフィーの。だから許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。礼も謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも同じですから。大好きだったあなたたちとアーサーと過ごしたあの日々が。
何が起こっている？どけ、さもないとお前も食らう！行くわよ。そこよ。呪い。くらった力を打ち返した。バランクスライド。こんなゴーマがいるのか。効果的。そこよ。そこよ。しまった。効果的。そこよ。呪い。そこよ。呪い。そこよ。呪い。効果的。そこよ。呪い。そこよ。呪い。そこよ。呪い。ジャイアン。そこよ。ジャイアン。そこよ。呪い。ジャイアン。そこよ。呪い。ジャイアン。そこよ。しまった。そこよ。呪い。呪い、とどめ、バランススライド。そこよ、効果陣。そこよ、のしまった。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。とどめ、バランススライド。そこよ。そこよ、呪い。呪い。そこだ。食らい尽くす。とどめ。バランススライド。そこよ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 。呪い。そこよ。呪い。そこよ。しまった。効果陣。そこよ。効果陣。そこよ。そこよ。呪い。悪く思うな。お前のような強力なゴーマを世に放つわけにはいかない。ベルベットよ。私の名前アルトリウスに告げなさい。私はベルベット食らう。ゴーマも精霊もタイマシも食らい尽くす。最悪のクーマだ。うわから飛び降りた時は死ぬかと思ったわい。お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。おう、お前は。お前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎蘭月。
これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと、囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。港はこの先よ。手伝って。ご機嫌斜めじゃよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほとカジの基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわ。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？わかった。これもゴーランの礼だ。言ってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわよ。船には羅針盤ってものがあるんだから。牢の肥やしか魚の餌か、まあどうでもいいかな。